4年現代福祉学部福祉コミュニティ学科、森岡由紀です。来年から、柔道岩田に加入することになりました。来年の抱負として、J2 なんですけど、そこで、20試合は出場して、チームの J1 昇格っていう目標に向けて、貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。クラブからのコメント、私が代表させていただきます。ジュビロ磐田の強化部岡田様より預かっております。それで長い3倍分あるんで、ちょっとはい、大学生活4年間お疲れ様でした。そしてスタッフの皆さん、選手の皆さん、マネージャーの皆さん、法政大学に関わる関係者の皆さん、2校ここまで熱くサポートしてください、伝えていただいたことに心から感謝いたします。入学当初は2区との関わりの中で多くの苦労をされたことと思います。ジュビロ磐田の強化部として2区が法政大学さんにお世話になったこと、また磐田 U18 出身選手がこれからもお世話になることを大変嬉しく思います。私はスカウトとして働き出して昨年で丸4年、リクが大学に入学するのと時を同じくして選手を引退し、強化部スカウト担当としてジュビロ磐田で働き始めました。私のスカウト人生とともにずっと見てきたリクの4年間を振り返らせてください。リクの大学生活4年間はとにもかくにも恵まれた4年間だったのではないかと思っています。1年生から試合に使っていただき、1年生では総理大臣杯優勝、インカレ準優勝、2年生ではインカレ優勝、3年生では総理大臣杯準優勝、そして4年生になった今も当たり前にカップで決勝進出を決めています。スタッフに恵まれ、仲間に恵まれたおかげで素晴らしい結果を残すことができていると思います。1年生の頃の印象は、1年生ながらによく声を出しているなと。細かいところの課題はいろいろあるが、守備の体重の部分は十分に大学生の中でもやれる、そんな印象でした。2年生の夏に練習参加をしてもらった時、最終日の川崎フロンターレとの練習試合、あまりいいパフォーマンスではありませんでした。ただ試合後、リクに感想を聞いた時に、落ち込みながらももっと上手くなりたい、もっとできるようになってプロで結果を残したい、そういった思いが強く感じられたことがとても印象に残っています。その時に、ああ、多分リクはこれから良くなるんだろうなとふと感じたのを覚えています。3年生になり、プレーにも落ち着きが出てきて、チームの中心とやっていくという気概、心構えが見えるようになってきました。今の授業に足りないと感じていたキャプテンシーと言えるようなチームをプレーでも態度でも引っ張っていけるような存在に、リクはきっとなれるはずだと確信を持つようになりました。そしてリクの天皇杯での活躍などもあり、3年生の年末正式にオファーすることが決まり、法政大グラウンドで話をさせてもらいに行った時、条件を提示するとリクが即答で授業でやりたいと言ってくれたこと、今でもその情景が思い浮かぶくらいとても心が動かされ、この選手を私は責任を持って一人前のプロサッカー選手にしていかなければいけないと強く決意をした瞬間でもありました。4年生は大変なシーズンだったと思います。ただ副キャプテンを任され、また今までとは違った景色でチームを見ることができたのではないでしょうか。チームの活動自粛がありながらも全国大会の出場権を獲得し、ここまで勝ち進んでいること、なんと形容しているようにわからないくらい素晴らしい結果を残していると思います。そしてこれからはプロサッカー選手として新たな人生を歩みます。リクにはこんなことを問い続けながら過ごしてほしいと思っています。プロサッカー選手とは一体どういった存在なのか、中村健吾選手が引退セレモニーに言っていました。プロサッカー選手ってたくさんお金を稼いで、いい車に乗って、美味しいものを食べて、派手な暮らしをして、でも違った、それはプロサッカー選手のほんの一部分に過ぎなくて、本当に大切なことはプロサッカー選手の本当の価値は違うところにあった、こんな趣旨の話をしていました。まさしくそうだと思っています。今のリクなら理解ができると思います。プロサッカー選手とは子供の夢であり、地域の誇りであり、勇気や希望、レジリエンス、立ち直る力、継続する大切さ、涙を流すほどの感動などをサッカーを通じて多くの人に届けることができる、多くの人の心を動かすことができる、本当に素敵な職業です。選手だけでなく、監督、コーチ、分析、フィジカルコーチ、メディカルスタッフ、マネージャー、通訳、そしてビジネススタッフなど、関わる人みんなでそういった価値を提供していく、そしてその対価としてお金をいただく、それがプロサッカークラブであり、プロサッカー選手です。別にプロサッカー選手がすごいわけでも偉いでもわけでもなく、人の役に立てる、人に何かを与えられるから仕事として成り立っているだけです。そのことを強く胸に刻んで、これからのプロサッカー選手人生を歩んでほしいと思います。自分がどんなプロサッカー選手でありたいか、ずっと問い続けてほしいと思います。問い続けることが間違いなくリクを成長させてくれることと思います。そして最後一つ、おそらくこの先の人生うまくいくことばかりではないと思います。もしかしたらうまくいかないことや苦しいことの方が多いかもしれない。でもそんな状況でも、私たちは目標がある限り、夢がある限り、情熱を持って喜怒哀楽を思い切り表現しながら自分らしく生きていくことができると思います。
だから自分自身のありたい姿を追い続けて、目標や夢をずっと追い続けてほしい。その中でもしも自分ではどうにもならないくらい苦しい状況になった時は、今ここにいるみんなの顔を思い浮かべてみてください。みんなはきっとこんな言葉をかけてくれるのではないでしょうか。リクならできる。負けるな。応援してるぞ。リクには負けられない。お互い頑張ろう。リクにはこの素晴らしい4年間、そしてこの素敵な仲間という財産があります。どんな状況になってもリクを支えてくれる、心でつながっている仲間がいます。今までの自分を信じて、そしてこれから一緒にそれぞれの目標、夢の実現に向けて頑張っていきましょう。法政大学の皆さん、本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。大学入ってきた時も、まあ、そういう技術的なところが高い水準にあったんですが、まあ、この4年間で精神的にすごくタフになって、チームを引っ張れるような、選手に、なってきたので、今後甲府の中でも、まあ、もうデビューは果たしていますが、J2 の甲府を J1 に19の選手になっていけるように、まあ、数字のところにこだわって、活躍して、より高いステージで活躍、できる選手だと思いますので、まあ、そういった数字のところにこだわって、活躍してほしいなと、思っております。はい、長谷川元選手、お願いします。はい、今年度よりヴァンフォーレ甲府に加入します。現代福祉科学福祉コミュニティ学科4年の長谷川元樹です。ヴァンフォーレ甲府という素晴らしいクラブで、プロサッカー選手のキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います。ヴァンフォーレ甲府は、J2 にいるチームではないですし、僕自身が、J1 に昇格できるよう、1年目から活躍したいと思いますし、甲府イコール長谷川と思われるような活躍もしたいと思います。よろしくお願いします。彼の特徴はやっぱり90分間走り切れる、走力と、あとは、まあ、クロスで、今年は特に特定のところも取れるような、選手になって、選手としての幅を、広げてきた選手ですので、まあ、甲府に行っても得点力で、活躍して、もらえる選手だと思いますし、先ほど、話した長谷川元樹と一緒に甲府を J1 に導いてくれるような活躍を、期待しております。はい、杉内正也選手、お願いします。本年度より、ヴァンフォーレ甲府に加入することになりました、杉内正也です。現代福祉学部福祉コミュニティ学科4年、杉内正也です。自分の長所である、90分を通して、落ちない運動量とクロスの質、結果、ゴールアシストっていうのを、ヴァンフォーレ甲府のために全てを注ぎ、J1 昇格に向けて、全身全霊を尽くしたいと思います。応援よろしくお願いします。ではヴァンフォーレ甲府のスタートを森様から預かっております。まず最初に永山監督をはじめスタッフの皆様、選手の皆様、そして学連を担当し運営に携わった皆様、難しいシーズンでしたがご苦労様でした。
我々 J スカウトも皆さんの努力のおかげでリーグ戦を視察し、次世代の選手を獲得することができました。また、ヴァンフォーレ甲府としましては、関口選手、長谷川選手の2人が甲府のユニフォームに袖を通してもらうことになり、久々に楽しみなシーズンを迎えることができそうです。関口選手のお話からさせてもらうと、初めて見た時から驚いたことを覚えています。ドリブルしている今野選手の右脇を何度も追い越していき、そして何度もダッシュで戻る。攻撃参加するタイミングもちょっと早すぎない？大丈夫か？見ている方がヒヤヒヤしてしまうのですが、必ず守備の位置に戻ってくる驚異的な体力、ワクワクドキドキが止まりませんでした。その時から頼む、ぜひ甲府に来てくれと思っていました。対照的に長谷川選手は可もなく不可もなくというのが私の評価でした。ですがヴァンフォーレ甲府のキャンプに参加してくれた時にその評価は一変しました。攻守において存在感があり、練習試合では積極的にペナルティーエリア内にドリブルで侵入しゴールまで決めてくれて、結局その試合は長谷川選手の1ゴール1アシストで勝利しました。試合後、監督たちと確認を取り獲得の方向になりました。すでに2人は特別指定選手として J2 リーグ2試合出場し、クラブでの評価はもちろん、コーサポーターからも高く評価されている状況です。今後はそれぞれのプレーの特徴を最大限に発揮し、この小さな町を熱く元気にさせる選手になって、ヴァンフォーレ甲府を J1 に導いてください。マサ、モトキ、ヴァンフォーレ甲府を選んでくれて本当にありがとうございます。続きまして、高木優也選手の紹介をお願いします。はい、高木優也選手は、法政二高、出身の、おそらく高校から J1 に、行く、選手は初めての選手で、すごく続行の、関係者も喜んでいると思います。彼は、大学に入ってきた当初銀行員になりたいと言っていましたが、すごく努力を積み重ねて、もともと持っていた、左足の、駆使したドリブルだとか、推進力っていうところに磨きをかけて、あとはこうコーチングしたこと、ピークポイントをすごく埋めるスピードが速い選手で、そういったところを積み重ねていって、今年は特に大学を代表する左サイドバックであったかなと思っております。今後、横浜FCさんに入って、J1 のステージでも活躍する能力を持っていると思いますが、数字のところ、クロスの質、あとはフィニッシュのところで、こういうゴールがあんまり奪えるような選手になると、また、より高いレベルのところで活躍する可能性を持っているかなと。選手ですので、今後も成長を、続けてくれれば楽しみな選手だなと、思っております。はい。はい、今年度から横浜FCに加入する経済学部経済学科の高木優です。今年度から横浜FCに加入する経済学部経済学科の高木優也です。自分の生まれ育った横浜の地でプレーできることを大変光栄に思っております。自分のストロングポイントは落ち着いたビルドアップや縦や中に向ける推進力だと思ってます。目標はまず開幕スタメンを狙うことと、チームのスローガンであるトップ10入りを目指し、その立役者となれるような存在になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。横浜FC強化ダイレクター福田さんよりメッセージをいただいております。チームのことを第一に優先し、自分に何が求められているかを常に考え、前向きに物事を捉え、苦しい時でも仲間と共に励まし合い、乗り越えられるメンタリティの持ち主である。プレー面では常に後方からコーチングができ、相手に隙を与えない守備ができる。また対峙する相手と駆け引きをする中でボールを引き出し、パス、ドリブルの判断でベストな選択ができ、攻撃の起点、チャンスメイクを作り出せる選手である。横浜FCでは即戦力の期待を背負っての加入となりますが、2月27日に開幕を迎える J1 リーグからスタメン出場してもらい、今後の日本サッカー界をリードしていく人材への成長、また変貌していくことを期待しています。最後に
これまで育てていただいたご両親、そして高木優也という人間に配っていただいた全ての方々へ感謝を表し、プロという厳しい世界に飛び込んでも人々を勇気づけ合える選手へとなっていってください。続きまして、平山俊選手の紹介をします。はい、平山俊選手は三菱陽は、彼はすごく基礎技術の、ベースの高い選手で、まあ、本当に、私は次男だと、思っているぐらいの高専の次男ぐらいの選手だと、思っております。で、まあ技術の高さは、1年生の時から証明してたんですが、なかなかこう数字を残すことができない中で、学年が上がっていっておりましたが、彼は4年生の時に、まあ関東リーグ戦で、6試合連続得点というような、得点力も証明して、技術だけではないというところまあ、そこの成長がまた今後の、彼のサッカー選手としての価値をより高めると、思いますので、北九州に行って、まあ、直属の先輩であるリサの選手以上の活躍をして、チームを J1 に、昇格させることもそうですし、平山自身も、上のカテゴリーで、活躍するような状況に持っていってくれればなと思っております。はい。よろしいでしょうか。今年度から平松北九州に加入することになりました経済学部経済学科の平山俊です。自分のプレーの特徴は前線でのキープ力だったり攻撃の起点となるようなプレー、ゴール前でのシュートです。今シーズンの目標は10得点5アシストです。点も取れてアシストもできる選手になりたいと思います。このチームを J1 昇格、J1 に上げれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。平松北九州強化担当広島でメッセージを使っております。攻撃と守備の両面において平松北九州に必要な人材。まずフォワードとしての能力の高さ。中盤に落ちてボールを引き出し、攻撃の起点となるプレーができる。味方の押し上げる時間を作り、その後前線に飛び出し、ゴールに向かう姿勢を持ち、積極的につぶやきができる選手である。そして、献身的な守備意識と能力。制限を連続連動してかけ、積極的な守備ができるフィジカル能力を持ち、チームの勝利に貢献できる。レレの後継者として期待しているが、レレ以上の活躍を楽しみにしている。城は早手選手は柏レイソルユース、出身の、選手です。まあ、彼は、3年生の途中ぐらいまで、I リーグという、下のカテゴリーのチームで、構成の中での、プレーしておりました。まあ、その中で、まあ、なかなかうまくいかない状況でも、しっかりと、積み重ねて4年生になってから、チャンスをつかんで、チャンスをつかんでからはもう法政の最終ラインに欠かせない、選手に、なりました。彼の、特徴としては、正確な技術を駆使したビルドアップ、長短のパスというところで攻撃の起点になるというところ、あとは高さを生かしたヘディングで、得点を重ねるというところが彼の特徴になります。で、まあ、現代サッカーは後ろからのビルドアップというところが、重要になってくる、チームが多いと思うので
ので、まあ、彼のそういったリーダー能力っていうのはどこにいても必要とされる、プレーだと思いますし、まあ、その技術を生かしてプラスバックサークスの、T1 昇格に、貢献してほしいですし、彼自身もまだまだ伸びる、選手だと思いますので、まあ、そういった J2 での経験を生かしてより上のステージで活躍できるように、頑張ってほしいなと思っております。柴田選手、本年度よりザスパクサス群馬に加入します。城は社会学部で社会学科の城隼です。大学での実績はほぼなく無名の自分にオファーをしてくださった群馬の方に本当に感謝しています。自分のストロングポイントはロングフィードとビルドアップ高さの部分なので、そのストロングポイントを生かして開幕戦から貪欲にスタメンを狙っていくのとともに勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。Aクラブでのプレーを決断してくれたこと、大変嬉しく思います。ビルドアップの起点として、後方からゲームを組み立てることができ、長短のパスや高さで、攻守においてチームに貢献してくれる選手だと思い、獲得に至りました。どんなに厳しい状況下でも、前を向いてプレーする姿が、Aクラブの歴史と重なり、中心選手としてチームを引っ張る存在になってくれることを期待します。また、多くの法政大学体育会サッカー部 OB に負けない活躍を期待し、夢や目標に向かってプレーする白輪選手を全力でサポートします。これからも白輪選手、ザスパクサス群馬をよろしくお願いいたします。続きまして中野小次郎選手のお願いします。はい、中野小次郎選手は、徳島フォルティスユース出身の選手です。まあ、彼は、まあ、有名だとは思うんですが、まあ、2メートルの、サイズ、日本人バナでした企画を持った、選手です。まあ、大学に入ってきた頃は、まあ、体も、しっかりと動いてないような状況でしたが、しっかりと、トレーニングを積んで努力を重ねて、大学を代表する、キーパーに、上り詰めました。で、彼はもう、Jリーグデビューもして5試合出場してますが、ただ試合に行ってるだけではなくて、勝利に貢献して、チームを優勝させる、タイトルを取るような活躍をして、日本を代表する、日本代表でも活躍するような、キーパーになれる存在だと思いますし、なってほしいなと思っております。今年度より北海道コンサドーレ札幌に加入します。経済学部経済学科中野小次郎です。自分の特徴である2メートルの身長を生かしたダイナミックなプレーで札幌の勝利に貢献できるようにタイトル取れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。コンサドーレ札幌の強化部長とゴールキーパーコーチの2人からメッセージをいただいております。強化部長竹村さんから、昨年より新型コロナウイルスによる未曾有の環境から中、無事に学生生活を終えられますことをお祝い申し上げます。これから我が北海道コンサドーレ札幌のファミリーとなる中野小次郎君に配っていただきました長山監督をはじめとするスタッフの皆様、共に学生生活を歩んでいただきました学生の皆様には心より感謝いたします。小次郎君にはご両親から授かった人並み外れた身体能力と学生生活で培ったサッカーに対する真摯な取り組みをベースに、日本を代表するゴールキーパーを目指し、世界と羽ばたく選手に成長してもらいたいと思っています。我々、北海道コンサドーレ札幌は、これからのさらなる小次郎の成長を手助けしますこと、この場を借りてお約束いたします。沖縄で待ってるぞ。続きまして、ゴールキーパーコーチ、赤池さんから、日頃から北海道コンサドーレ札幌に対し、ご理解、ご協力ありがとうございます。早々に中野小次郎選手が A クラブに入団が決まり、その後、大学の活動がありながらも札幌に派遣していただき感謝しております。また、2020シーズン、法政大学に所属しながら特別指定選手として J1 リーグ5試合出場し、我々チームに貢献していただきました。
中野小次郎選手は200センチの長身でありながら身のこなしがスムーズであり、ビルドアップに効果的に関わることができる日本では類を見ないゴールキーパーとしての資質を持ち合わせています。今後プロの様々なスピードに適応することができれば、将来日本代表のゴールマウスを守ることもできると信じています。これまで関わってくださった全ての方への感謝の気持ちを忘れず、日々努力し共に成長していきましょう。以上です。消防士になると思ってたんですけど、サッカー選手になるということで、まあ、これは無理にして、宮部選手は、法政二高出身で、セレクションの時に、走って白山グラウンドまで来た、電車の遅延とバスがなくて、駅から4キロの道のりを、制服のまま走って、セレクション会場に、来た。ガッツがありすぎる選手。まあ、その時に、汗びっしょりの制服姿を見て、すごく何かを感じたの覚えております。まあ、彼の特徴、サッカーの特徴としては対人能力、体の強さ、あとはビルドアップも、すごくレベルが上がってきてますので、まあ、後ろのセンターバック、サイドバック、ボランチと、守備の、UTT プレイヤーとして、松本山形重宝される選手になると思っております。まあ、彼は本当チームに置いといて、プラスにしかならないような、まあ、キャラクターも含めてそういった選手ですので、松本山の、中でもいろんな形でいい味を出して、チームの勝利に貢献してくれる選手だと思いますし、またいろんなことを吸収する、謙虚な姿勢を持っている、選手ですので、松本山田の J1 昇格と、活躍に、貢献してくれると、思っていますし、彼の成長も、期待しております。今年度より、松本山田 FC に加入します。経済学部国際経済学科の宮部大輝です。日本一の、サポーターの、前でプレーできることを、大変誇りに思います。法政大学ディフェンダーということで、あまりいい印象は持たれていないと思うんですけど、まあ、そのイメージを自分が払拭して、法政大学には、素晴らしい選手がいるんだということを、自分が証明できるように、使命感を持って、挑戦し続けていきたいと思います。J1 昇格に向けて、貢献できるように精一杯頑張るので、よろしくお願いします。松本山がチーム統括本部スカウト江原様より、ご説明いただいております。プレースタイルを一言で言うと守備のスペシャリストです。攻撃面での器用さ、派手さはないですが、センターバックだけでなく両サイドバック、ボランチを素質なくこなすことができる、いわゆるユーティリティな選手です。スタメンで起用されないことも多々ありますが、途中出場してもきっちりと役割を理解し、チームの勝利に貢献できるクレバーな選手でもあります。対人プレーの強さ、競り合いの強さがストロングですが、そこにさらなる磨きをかけ飛躍してくれることを期待しています。ではもう一度選手たちに大きな拍手を、